今回の雑学はこちら。長生きできる職業と短命な職業と。昭和のデータを元に言うと、長生きできる職業にまず宗教家、実業家、政治家、医師、大学教授と続くと。その理由としてストレスがないというのがあると。精神状態が常に安定しているからというのも、ストレスが寿命に大きく関わっていると。逆に短命な職業としては詩人作家となると。その理由としてストレスをためやすくて、なおかつ孤独なので不規則な生活を送る人が多いと。不規則な生活とストレスが一番の理由と。なので仕事状況によっては工場作業員でも十分あり得るということです。